この本で大丈夫ですか？本を届けに来たって。本もらってください。みーちゃんごめん。みーちゃんだってさっきやったありがとう、ありがとう、デリバリーありがとう。お疲れ様でした。ルナは次女なんですけども、もともとお腹にいた時から小さい小さいってずっと言われてて、姉と比べるとこう何かが違うよねってふと思ってて、生後8ヶ月ぐらいの時にやっぱり何か違うよねって先生に言われて、で MRI をしてやっぱり裂脳症っていう頭の病気が見つかって、でそこから治療ってわけでもないですけども、リハビリの練習を開始したっていうことですね。おお、山口さんのサインもらってきた。どうだった？山口さんってあれ生徒だったでしょ。またオッケー。やっぱり病名を聞いた時に、まさか自分の子が障害を持つなんてって思ってて、私も病院勤務、医療事務なんですけどもしてたんですけど、周りはそういうのを見てて、まさか自分の子がやってくる、本当にショックで、もう友達とかに誘われてもその子見せることが全然できなくって、でもやっぱりこれじゃいけないなって思いつつ、その発達センターとかその姉の友達とかやっぱり見せて、こういろんな人に関わったらどうなんだろうって思ってから、周りの人と接点を取るようになりましたね。この本当に 2歳ぐらいまでは家の中で閉じ込めて、お互いあんまりそんなに病院とかハリーとか発達センターとか本当に用事がないと一緒に出かけなかったですね。でもやっぱりね、これじゃいけない、ね、2人で閉じ込めててもこれはいけないなってなんか思って外に出かけるようになったんですけども、でも発達センターの時に2歳の時に親子で通えるって言ってて、本当は知的なんですけども、ショーンとどうしても通わせてくださいっていうアピールをして、でルナと一緒に親子で門を叩いて、でもそこで結構いろんな活動とかできたので本当に良かったと思います。ありがとうございます。Okay, nice to meet you. Yeah. どうぞよろしく。お名前は？ルーナ。ルーナ、like ルーナちゃん、like ルーナ。そうそうそう、そういうイメージです。はい。Yeah. Okay.Oh, one more time, Yeah. Okay. Oh. Oh, wow. That's so great. Yes. Okay.Like which one? Where are we? Red? Aka? Red. Aka? Red. Aka? Yes. Okay. Okay. Thank you very much. So, thank you. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. She was proud. Thank you. 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 Th
iPhone とか便利になって、あの私よりも使いこなしてる。車椅子ホイールカバーコンテストに応募したところ、ロッチャと私という作品が優勝しました。 Yes, I am very much impressed by how the whole situation has been grasped by the parents. I'm very impressed by Luna-chan, how she's handling the situation. Actually, I should applaud her for all the things that she's doing. She has a talent for drawing. She has a will to go on and to explore many things in life. So I'm very happy and impressed. These are presents for Papa-san, Mama-san and for Luna-chan, huh? Over Srbi pamphlet. Good idea. Good idea, Tiana. Here, because she likes art, she likes drawings, paintings. This is something from the Serbian. Wow. Naive art. Naive art. Naive art. That's very famous. We have very good talent there, and here are the people who are doing that. Mm. And I think she will like it. She will maybe get ideas. Yes. Hi. Luna-chan. I thank them all, Luna-chan and her mama and papa, for coming to the embassy. The door is open. You can come again. 大事友達だって。友達。Luna-chan。これから学習発表会の練習を始めます。大丈夫ですか？どこでもちょっと坂本君の道に。あ、そうですね、彼女結構絵を描いたりとか好きなので、まあ絵の方向ももちろんなんですけども、今ハマっているボッチャもうすごく上達していってもらいたいし、自分がいて周りが輝ける人になってほしいなって思ってるので、今は本当に周りに助けながらも笑顔で過ごしていれば何かが降ってくるんじゃないか、楽しいことがやってくるんじゃないかって思えるんですね、うん、でも本当に彼女はそういうなんか力を持ってるらしくって、本当にいい人に巡り会えてきてる人生だなって思いますね、うん、高瀬さんにとって家族とは何ですか？家族、やっぱりかけがえのない人かなって思いますね。やっぱりなんか笑顔でみんなが過ごしていれば周りも必然と笑顔で寄ってくるって私は思うんですね。なのであまり悲しまず、マイナス思考にならず、プラス思考で生きていけたらなって、なんか2年間閉じこもってた生活が何なんだったろうって思うぐらいに、今は笑顔の生活が溢れていますね、うん。続けて飛行機1、2、3、はい、以上になります。続きまして
小首がドラゴンの首につかまりながらバランスをとっていきます。どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9と、はい、 OK です。赤とブルー、ネイビーブルーと緑。いや、緑好きだよ。